山田です。本日はですね、ハロウィンイベントの2日目でございます。はい、皆様初日どんな進捗だったんでしょうかね。メガゲンガーをね捕まえたよーとか、ガラルのね、デスマスこれのタスク、頑張って進めたよとか、皆様いろいろあると思います。僕もですね、初日にですね動画2本ね、出させていただきました。ダークライの方と、ハロウィンイベントって感じだったんですけども、本日2日目ということで、マスタリーシリーズというね、不安定が大量発生するイベントがスタートしました。これが朝の8時から、夜の22時までですね、不安定がいっぱい出てきてて、かつ、その不安定の、タスクですよね、リサーチが、登場してます。なのでね、こちらの方をね皆様進めている最中かななんて思います。この動画見てる間ね、マスタリーシリーズ不安定色違い、まあ欲しいんですけど、持ってるっちゃ持ってるんですよね、色違いね。まあなので色違い狙いももちろんなんですけども、まあ高個体値かつ色違いがタスクが出たら嬉しいなぐらいの気分でおります。ということでやっていこうと思うんですけども、実は昨日ねハロウィン初日の動画でですね、僕ね、あいつガラルデスマスとかね紹介できてなかった要素があるんです。そこさらっとやっていきましょう。はい、まずデスマス、こちらに今僕相棒にしています。というのもガラルデスマス進化させるための条件がですねちょっと特殊なんですよね。こいつを進化させるためには、こいつを相棒にした状態でレイドバトルに10回勝つ、はい、これをこなさないと進化することができません。10回ねバトルに勝った、10回レイドバトルに勝った状態でこのガラルデスマスを相棒のまま進化させるとデスバーンというね、本来のデスマス、と進化がまた別の、ポケモンとなります。デスバーンですね。なのでこのデスバーン作るためにレイドバトル10回なんですけど、これまあ別にハロウィンイベント期間中である必要はないのでゆったりやっていきましょう。はいはい、これが僕のガラルデスマスです。個体値11、11、10、弱え。これの進化のためにレイドパスは僕は10枚使わなきゃいけない。うん、ダークライとか結構やるからね。はい、まあ今日中にデスマスとりあえず10回頑張って進化させようと思います。ん ?10 回は進化させない。はい、そしてセールボックス、ハロウィン仕様のが出てきています。ゾッとする箱びっくり詰めパンプキンパックということね。今までにない形のですね、なんか3つともがデザイン、も違うし名前も違うしみたいな感じになっています。全部見ていこうか。まずゾッとする箱、が、あ、モンボが多めね。スーパー付加装置4、プレミアムバトルパス2を購入。あー、まあ割安、スーパー付加装置が4つ入ってる時点で割安っちゃ割安ですね。はい、続きましてびっくり詰め、これが、あー、バトルパスが多い。や、でも、スーパー付加装置も8個あるのか。まあ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 、レイドバトルを結構歩いてやるような人からすると16個ありがたいのかな。でも、どうなんだろうな。まあ日本国内とかで、めちゃくちゃ人口密集地域とかじゃなければ、別に歩いてね、レイドとかも回っても、まあ問題はないと思うんですけどもね。ちょっとね、歩くの、まあ、まだまだきつい地域もあるので、そういった方はここはあんまり買わない気がしますね。ラスト、パンプキンパックが、スーパー付加装置20、歩行、歩行4、保証かけら4、付加装置4、レイド、ですよね、を推奨するびっくり詰めか、卵割りを推奨するパンプキンパックかって感じではありますが、まあでもこのびっくり詰めでもスーパー付加装置8個入ってるので、まあまあまあなんか全部お得っぽいですね。そしてですね、ハロウィンの、はい、コスチュームもろもろ来ております。これは去年のやつとかも混じってるのか、全部今年のやつか。なんか去年も見たよねこの辺ね。ほら、俺買ってないだけで結構あるもん。ほら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 、そう、別に着ないわみたいな、使わないなって思ったやつはね結構去年買わずに損壊してたんですけども、このマスクいいな。マスク、ピカチュウマスクいいなこれ。めっちゃ可愛い。オッケー、これは購入。はい、ゴーグル、闇ラミかけてるし、普通のメガネもしてるし、あーなるほど、着ぐるみゲンガー、これもまあ可愛いっちゃ可愛いな。はい、なんかすべてドンキホーテで買い揃えたかのような、キャラクターになってしまいましたが、ちょっと今日これでやっていきましょう。はい、結構ねコスチュームとかね、今回ポーズがあと増えてるみたいですね。これだ。はい、今回の新しい着せ替えポーズ、なんかこうね、まるでゾンビが襲ってきているかのようなポージングになっております。いいですね、なんだこいつ。はい、じゃあちょっと不安定やっていくんですけど、今ダークライの招待いただいちゃったんで一回行ってきます。早送り。色違いだと嬉しいな、じゃない。はい、じゃあちょっとね、前半部分いろいろ別の話しちゃったんですけども、今日からのマスタリーシリーズやっていきましょう。マスタリーシリーズ、今日のまとめのところが進めることができます。ゴーストタイプと書いてありますね。ってことはこれマスタリーシリーズがゴーストタイプ以外も今後も来るってことなのかな。
なんかそんな気がしますね。で、ちょっと3枚中の1枚ちょっとクリアしちゃってるんですけども、一番下のタスクね。これ確かナイスを5回とか、そんな感じなのかな だった気がします。はい、とりあえず受け取るでしょう。まあ、モンスターボールももらえるの嬉しいね。あとはゴーストタイプを3匹捕まえる、不安定を1匹捕まえるということで、不安定捕まえていきましょう。はい、不安定。まあまあ出てるよ、不安定。結構ね、サクッといけると思う。進められると思うわ、この辺の。不安定捕まえる系のタスクは。はい、2幽霊。左右でオッケー、ありがとうございます。ということで今日1匹目だね。不安定ゲットぜ、ありがとうございます。よし、じゃあちょっと開けていこうか。不安定ゲットして手に入るポケモンは不安定でした。やっぱか、なんかそんな気は正直してた。うん、100とか欲しいよね。多分持ってないんじゃないかな、不安定100。僕、うん、オッケー入った。で、その後の報酬もう一回見ていこうか。はい、見ていこう。はい、スペシャルリサーチ、星の砂と経験値と、そして、あー、不安定か。CP494、あ、さっきよりはちょっと強いから、さっきがちょっと低すぎたね。2枚目が、ポケモンを捕まえるときに木の実3個を使う、不安定を3匹捕まえる、ナイスロボか。あんまり不安定いっぱいこう要求されてないんだね。よかったよかった。さあ、次の不安定は、あ、ちなみにタスクさんですね、こいつもね。494、さっきと同じじゃねえか。500超えをせめて見していただきたい。うん、これがステイホームの限界です。いやー、でも不安定、ま、普通にね、自宅でソースがあるよっていう人、結構なポケモン出ますよっていう人だったら、ま、ステイホームでもね、今日この日曜日さ、不安定取れるのかもしれないんですけどもね。そうじゃないところの方、家だとあんまりポケモン取れないよっていう方はね、ちょろっとこう外をね、歩いたりとか、お散歩ではね、お散歩がてら、やってる人の方が結果多かったんじゃないかな。頼む、2100超え。今回一回も見てないよ俺。まだ2日目とはいえだよ。うわーお、超えてこない、一生超えてこない、色も変わってこない。よし、不安定ちゃん入ってちょー。お、やっとグレート入った。やっぱ何回かね練習すればね、やっぱ順応しちゃうんだよ。はい、マスタリーシリーズ、はい、よいしょと。ここは、あー、これ一生不安定だな。はい、報酬の不安定さんでしょう、どうせまただと思った。これ494がマックスみたいな感じでさ、494が連チャンで出るのやめてくれません？ちょっとじゃあ3枚目のタスクも見ていこう。カーブのナイススロー3回、不安定5匹、捕まえるとき7の実3回。あー、不安定5匹か。待って、でも、一番上と一番下、これまた不安定だったら、じゃああと2匹でいいのか。あれ？じゃあ結構すぐ終わるぞ。こいつ、あ、待って、500超えた。え？待って、これ、お前もしかしてさ、さっきまでの上がり幅で言ったらこれめちゃくちゃ強くない？ねえ、不安定。マジで。あるぞ、これ。高いことは分かってんねん、君。503。不安定。お前の個体値、教えて。クリアね。あー、そうでもない。ほん、はい、不安定。ほう、よし、オッケー。地味。家でやるときの絵が地味、これ。よし。これが3枚目かな。はい、星の砂とか、あとここでも不安定が出て、くるー。はい、いくつですか ?496。うん、オッケー。なあ、5000ってそんなに超えるの難しいんか、不安定よ。不安定の色違い、俺何匹持ってんだろう。ああ、なるほど。不安定をもうすでに進化させてるんでね。俺ね、不安ライドになってるから。そうか。じゃあいないのか、俺ね、今、不安定が。皆様、黄色い、色違い、出ました。ご覧ください、どうぞ。ロコーン、なんで？街中に出てきております。
あのやっぱさ、あの街出ると総数あるね。うん、びっくりするぐらい取れるよ。出たー、ゆー表に出た瞬間色違いを出すということでね。今日さ、さっきさ6本じゃないですか、で今不安定じゃないですか、黄色い色違いばっかり出てくるんですよ。これはインスティンクトのごということで、捕まえていこうか不安定。はいよっと、しゃ、この不安定捕まえの今日のギロ違い2匹目に C のだな。よし、 OK、 ありました、色違い不安定ゲットだぜ。ありがとうございます。あれやった、個体値一応見ていこうか、観賞用って感じですね。よし、じゃあタスク開けていきましょいと。 OK、 じゃあタスクさん不安定もちょっとねもらっていきましょう。お前通常から505、あーまあ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 強いじゃん。お強、ありがたいことにですね、あのうちのチャンネルですね、登録者が33万人ね、昨晩かな行きました、ありがとうございます皆様ね。はい、なのでね、結構あのいろんなユーザーさん見てくれてるんですけどね、年齢がすごく広いんだよね。本当あの10代とかもっとちっちゃい方から50代60代70代とかね、結構上の方まで見てくださってるんで、ちっちゃい子供もね、あの分かるようなねネタ探していきたいですね。みんな何見てんだろう今の子供って。うっそうっそ、いいよ流れ来てるよ。じゃあここでタスク開けて色違いは出ない。あ、お、え、高い、ちょっと待って、え、510すげえ高い、ちょっと待って、あ、いや別にいいか、こいつあれだからタスクさんの中逃げないから、よし、え、めっちゃ強ない、これはどうなんだ、100あるか、ワンチャンあるんじゃないか。だってね、100いくんだったら51超えなきゃダメだよねみたいな感じで言ったもんね俺ね。どうどう、ちょっと教えて教えて、あなたの子、あー惜しいな、もうちょっとだったか。 OK、 覚えた、でもよし OK、 じゃあタスク次進めていこう。お、やった、星のかけらくれるじゃん、ありがとう、おー、ありがとう。じゃあタスクさん色違いが次は欲しいな、もしくは510へ、あー、あんま高くないね。よいしょよっしゃ、グレートスロー3回と木の実、お、エナジーもらえるんだ、あー、ありがてー、よし、これもサクッと割らそう。タスクが終わったぜ。1個目は普通の不安定低い、2匹目は微妙だね。さあ、スペシャルリサーチ完了のラスト、え、あれゴーストなんですか、あら、そうですか、セル、オーケー、タスクさんゴーストは普通に嬉しいね。個体値は、あ、まあまあ、あ、まだまだあるね、お、10匹か、まあ、頑張っていこう。もうすぐ11月の格好ではないよ、半袖って。よし、ワン、ツー、スリー、今のやつさ、今週10ペッタだったの。後半になるとゴーストタイプがガンガンくれるようになるんだね。さ、これで終わるかな。はい、でまずゲットチャレンジは誰だ、お、なんかゴーストの進化系ばっかり出るな。今ですね、僕が持っているマスタリーシリーズのこのタスク一番下がこれエクセレントスロー1回投げるになってるんですけど、これがですね、どうやら出るともうラストの方らしいです。10分の9みたいな、合計10ページ今回はあるみたいですね。
はい、であのこのままちょっとね、あの、まあ、不安定捕まえてあとエキセントスローやってというふうにしたいんですけども、ちょっとあの僕がですねこの後ですね、ちょっとね普通に用事があるので一旦ですねカメラ止めの、撮影外でですね9ページ目および10ページ目やっていこうと思います。というかさ、色違い3はえぐいありがとうスパークさん。とフワライドはどうなんだろうな、あの PVP とかで出してくる人とかは僕は見たことはあるので、あのそういったところ用に厳選してる方もねいらっしゃるのかななんて思います。僕はあのダークライとかあとはメガゲンガーですね。あと今回メガゲンガーのエナジー手に入ってるからさ、あ待って俺もしかしたらさ台湾マリンするか。よし、色違いメガゲンガー色が変わるんです。2日目にしてやっと白が出せましたね。台湾で撮ったやつか、いやーよかった。はい、また台湾とかに行ける日は一体いつ来るのか、分かりませんけども、まあ引き続きね、やっていきましょう。ということで、今回は、この辺で終わろうと思います。最後まで、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山チャンネル公式 LINE スタンプもよかったらチェックしてみてください。そしたらまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。もうちょっと色を出すぞ。